の直美さんとみゆきさんの間には取り決めがありました。眠る前にみゆきさんがまずありがとうと言い、直美さんがまた明日なと答えること、そこには兄弟でしか分かち合えない気持ちがあります。一度眠ればもう目覚めないかもしれない。だからこれまでの思いやりに感謝する妹、そんなの冗談じゃないと励ます姉。夜はみゆきさんにとって辛く苦しい時間でした。今日と変わらない朝が明日も来るのだろうか。不安を忘れさせてくれるのは親友との長電話でした。とりあえずだから安定剤2つと睡眠剤、動眠剤1個と飲んだのよ。もうお願いだから今日は本当ね、3時間でいいからびっしり寝るっていう感じをください。神ちゃん、眠らなければ体力が落ちることは分かっている。でもその日みゆきさんの部屋の明かりが消えることはありませんでした。7月4日、コンサートを前にして一度限りのリハーサル。みゆきさんに歌うことの喜びを教えてくれたのは父親の勝彦さんでした。今日も一日痛くないようにね、見守っといてな。リハーサルは大阪のスタジオで行われました。おはようございます。遅かった。ジャズを志した頃からずっとみゆきさんを見守ってきたピアニストの今秀樹さんをはじめ、ブルーノートでバックを務めてくれるのは気心の知れた面々。幸いこの日は痛みも治まっていました。どうしても歌いたかった歌、みゆきさんにとって理想の恋愛を歌い上げた曲。高ないこれ私に。でもまあ、いや下げてもいいけどね。綺麗は綺麗だけどね、 A フラットにするよりはね、じゃあこれで、順調そうに見えたリハーサル。でもそれはみゆきさんのメンバーに対する気遣いでした。カメラが見たのは体をよじるようにして懸命に痛みをこらえているみゆきさんの姿。早めにリハーサルを切り上げたその翌日、私たちの予感は的中してしまいました。痛ー、裸のみゆきさんがそこにいました。なんかもう自分は、みんなとは違うんだなっていうことを、感じちゃって、みんなはそんな気持ち全然ないんだけど、思うように全部いかないから、体がしんどかったり痛かったりするのはなんとかいけるんだけど、
やっぱり気持ちの落ち込みが一番怖い。みんなとゆっくり話する時間すらないわけじゃんか。そうやってた頃のことを思い出したり、昨日は、もうそんな風にはできないんだなって、楽しかったなって、やっぱその時は楽しさに気づいてなかったけど、今考えると本当に当たり前のことが。当たり前の生活がどんなに幸せなんだろうって、まだ治ると思ってたのよ、マウマ。だから実はもうダメかもしれないって先生にいくら言われても分からないって思ってたし、こんなに辛い思いしながら生きなきゃいけない時間があるなんて、そんなこと聞いてないし、死ぬなら死ぬ、生きるなら生きるなんだなと思ったのに、死ねもしないし、生きてでもこれだしみたいな時間、今は。でも病気してると、それの塊なのよ、毎日。あの時、ああいうふうにしなきゃよかった。あの時、こういうふうにしたらよかった。どういうふうにしたら一体病気にならなかったのっていう問いかけばっかりで、なんで私だけなのって。